婚の約束するときに、はいはい、グラスとかケーキの中に指輪とかね、 あれって女嬉しい、女の人嬉しいですか。男女問題研究家の山崎セミ子です。本日の恋愛大学のテーマはサプライズは喜ぶためにあるという件でお勉強していきたいと思います。本日も恋愛大学助手黒姫ちゃんです。恋愛大学助手の黒姫です。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。先生、この度このチャンネル、はい、なんと登録者数が1万人を突破しました。ありがとうございます。本当にありがとうございます。ぜひこの動画とか面白いと思ったら、はい、チャンネル登録の方と、あとは高評価の方もよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。本日はちょっとゲストの方も来ていただいております。セミ子先生のお友達、相談者さんの長く相談を受けてお友達みたいになってる方です。はい、セミちゃんとゆかちゃんです。よろしくお願いします。先生、今回なんですけれども、サプライズについてということでお話をしていくのですが、はい、このサプライズ、実はやりすぎというか、惹かれてしまうことも中にはあるのではっていうことで、結構これってすみこ先生の中で何かエピソードがあったりしますか？エピソードもあるんですけれど、はい、これね、サプライズ好きなんは男性と女性やったら女性の方が好きなんちゃうかな、まだ。なんかあんまりサプライズ好きじゃない男性多くない？なんか面倒くさいとかっていう人は恐ろしいですね。リアクションを求められるからなんかもうね、気づく人って気づくやん。でも気づかないフリセントあかんやん。そうですね。たまに私もこれ見て、レストランとかで見てるんですけど、はい、男の人のお誕生日のケーキにね、はい、お誕生日にこうろうそく、ここはいいの、はい、持ってきて、で周りスタッフ囲んでわーってこうお祝いしてくれるんだけど、はい、私はこの年やからあれ恥ずかしい。だから例えば黒姫ちゃんがケーキ持ってきてくれてろうそく嬉しいよ、はい、だけど周りの知らん人がみんなねお祝いしてくれるのちょっと恥ずかしいかな。あ、そうか、店員さんもわーってなるみたいな。そうそうそう、おめでとうとか言って、だから他の人がろうそくつけてわーってやってても知らん顔することしてわざとその男の人なんか嬉しそうな顔してる人あんまりいないかな。男の人はちょっとこっぱずかしい顔していらっしゃるとは思うよね。どうですか、なんか楽しい嬉しいサプライズされたことありますか、ゆかさん。私は特にない。ない。楽しいけど。クミちゃんは？私もあんまり嬉しいっていうのはないですか。で、これでもね、サプライズってやっぱ基本はね、喜ばれるためにあるんだけど、そうですね、私はね、そのなんていうのか、娘にね、いつもね、はい、サプライズって言ってね、はい、同じことを15回ぐらい今まで、この3年ぐらいで。逆に根付かないですよね。心理学で人のね、心理を読んでやることやねんけど、はい、めっちゃ趣味悪くてごめんなさいね、これ見てはる方。おもちゃのね、ゴキブリをね、はい、G をね、私持ってるのね、引き出しに。それをね、いつも娘が帰ってくるときに、娘がここを通るであろうとか、タオルを取るであろう場所に仕込むの。仕込むの。そしたら必ず聞いてたら、その3分ぐらいでキャーって聞こえるわ。キャーって聞こえるの。もう嫌や、もうとか言って、それ私でもね、若い頃、実家に住んでるときにこうやってたの、それ買って。親に。お母さんにね、ほんならいつも、あんた、またタオルのとこに置いたやろとか言われるから、そのうち捨てられたわ。捨てられたから、娘もそのうち捨てる言ってるけど、15回ぐらい作戦成功してる、サプライズ。それでもやっぱり何回でも引っかかっちゃうんですよね。引っかかるのよ。バスマットのところで、バスマット引いたちょっと下に入れてて、娘が足踏んだとき、何やろこれってピッて言ったら、ゴキブリを持ってね。ほんで、娘がパッと開けて取ろうと思う。ドライヤーのところからゴキブリがパッと落ちてくる、うん、キャーやね、これ画面これ15キャーいただきましたって、なんか15キャーいただきましたっていつもやめてママとかいうサプライズでやってる、うん、で娘もたまにね、むき出しからなんかこう出してゴキブリを私の布団に置いたりしてんねんけど、すぐわかるから。あとはね、なんかこうワクワクしてるの分かんのよ。逆サプライズは成功してないんですか。そうそうそう、ワクワクして、あ、びっくりするんちゃうかって肩がこうなってるから、パッと見た時おるから、何これ。そういうサプライズはしてるよね、お家の中で。そういうそれもサプライズなんですね。なんかプレゼントとか。
驚かせ愛っていうのかな。それもサプライズよね。あ、これはまあ相手を喜ばせるわけじゃないけど、和やかにはなる。やっぱゴキブリ G 嫌いだから、私も基本的に嫌いなのね。でも娘から言わせたら、その G のおもちゃを触れる自体、そんなに G は嫌いじゃないよ。あ、それも触るのも嫌って、うん、そうそう、中にはあのほら G のね、あのゴキブリキャップって売ってるでしょ、宝山団子の、あの箱にいっぱいほら G の絵描いてるでしょ、あの絵を見るのが嫌で買えない人なの。そうじゃないってことなので、生活をね楽しくするためには、いろんなサプライズをその例えばお誕生日とかさ、クリスマスとか、結婚記念日にサプライズするんだけれど、みんなね違うところにそういうちょっと面白みを足してみるとか、結婚の約束するときにグラスとかケーキの中に指輪とかね、あれって女嬉しい、女の人嬉しいですか？いやですね。あれなんかドラマであって、なんか喜んで泣いてるけど危ないわな。なんかちょっと知らずに食べちゃったらとか思う。怖いですよ。そうだから結婚の時ってなんかサプライズしてほしい女の人結構多いから、またあのこんなサプライズしてすごく喜ばれたよっていうネタがありましたら、また私のホームページから公式 LINE でも結構です。コメントいただけたらと思います。ということで本日の恋愛大学終了したいと思います。はい、皆さんこのチャンネルが面白いと思ったら、ぜひチャンネル登録とあと高評価の方もよろしくお願いいたします。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。